浜名洲は北海道旅客鉄道及び東日本旅客鉄道が青森駅札幌駅間を津軽海峡線、函館本線、室蘭本線、千歳線経由で運行していた夜行急行列車である。本校では函館札幌間で運行されていた夜行快速ミッドナイトについても記述する。津軽海峡線開通に伴い廃止された。 青函連絡船の深夜便の代替として、1988年3月13日に運行を開始した。2012年3月17日に休行北国、2014年3月15日に、新大特急、明けぼの、2015年3月14日に、新大特急、北斗星が相次いで定期運行を終了したために、当列車は JR グループにおける最後の、 定期運行を行う急行列車、客車を使用した定期列車、青函トンネルを通過する定期夜行列車となっていた。しかし口述の通り、2016年3月20日の札幌発青森行き、同21日の青森発札幌行き最後に運行を終了し、北海道新幹線開業日の同年3月26日をもって廃止となった。なお、運行最終日は、 全車指定席で運行された。植物の浜ナスから。寝台特急、北斗星海側、海峡とともに、一般公募により決定された。なお、過去には1955年6月1日から1968年10月1日まで、函館、小樽、札幌、旭川和尻間を、函館本線、関北本線経由で運転していた、準急列車。 急行列車の名称として、浜那須の名称が使用されていた。また本列車の運行開始時には、全国で行われた、都市圏短距離普通列車増発のうち北海道をうちの、ものに愛称が付けられ、赤北本線網走駅のものが、浜那須を名乗っていた。さらに、鹿島林海鉄道、大洗鹿島線の快速、マリンライナー浜那須が、 JR 東日本鹿島線鹿島神宮間に乗り入れていた。また、2014年に青い森鉄道、大港線直通の臨時快速として、快速浜ナスベーライン号が運行したため、JR 線上の愛称で、浜ナスを使った別列車が3系統も運用した実績がある。2016年3月26日に、北海道新幹線が新函館北斗駅まで開業。 これに伴い従来の電気機関車が使えなくなるため、新大特急、北斗製については2015年3月14日のダイヤ改正で定期運行を終了した。新大特急、カシオペアについても、同新幹線開業前に廃止の降参が大きいとの見方があったが、同年9月5日に JR 北海道が当年度末で廃止する方針を、 固めたことが毎日新聞によって報道され、9月16日、JR 北海道、JR 東日本両社連盟で、カシオペアや、白鳥、スーパー白鳥と共に当列車の廃止が発表された。これにより、旧国鉄時代も含めた JR グループの定期、急行列車及び定期客車列車は全廃となった。また、本州北海道間の夜行列車も全廃となった。 JR 北海道は2016年3月26日のダイヤ改正において、浜名スの代わりに室蘭、東室蘭札幌間の特急、スズラ蘭を増発した。スズラ蘭12号の札幌発時刻は、浜名スと同じ22時だが、スズラ蘭1号の東室蘭発時刻は5時41分と、浜名ス時代より約1時間25分繰り下がった。札幌駅へ向かう場合、 青森県側発で約5時間半、函館駅から伊達門別駅までの区間発で約4時間、東室蘭より先の区間発で約1時間、浜名須運行時よりも札幌駅へ到達できる時刻が遅くなった。逆に札幌駅を出発する場合東室蘭駅まではほぼ同等であるが、伊達門別駅より先の道内議の場合で約2時間、青森県、 河脇の場合で約4時間、浜那須運行時よりも札幌駅での最終列車が早まることになった。青森札幌間を1日1往復、所要約7時間30分で運行されていた。函館本線の大沼。森今は上下列車で走行ルートが異なり、上り青森駅が大島沢原駅経由、下り札幌駅が大沼公園駅を経由した。青森側、 札幌川双方の到着時間を、両エリアの始発列車運転時間帯に合わせる、都合から、中高列車に比較して所要時間が長い。上り列車の場合、苫小牧園への最終列車の役割も兼ねていた。2010年12月4日の東北新幹線、八戸から新青森間開業後も新青森駅には、乗り入れず、従来通り青森始発、終着で運行されていた。 開業後の新幹線とは、青森から新青森間を、大宇本線の列車を介しての乗り継ぎになるが、新幹線との乗り継ぎ割引は適用された。特急、利リ尻リ、オホーツク9.10号とマリモ廃止後は、北海道内において、また本州北海道連絡系統の夜行列車で、座席車を連結する唯一の定期夜行列車であった。また各種特別企画乗車券でも、 利用可能な列車であり、主なものとして、北海道東日本パス、青森往復切符、札幌、小樽フリー切符などの商品があった。青森駅、函館駅を車満べき、東室蘭駅と真駒駅南千歳駅、千歳駅から新札幌駅札幌駅 JR、北海道札幌運転所に所属する14系客車、及び24系客車が使用されていた。 青森函館間は JR 北海道函館運輸所生函発出所に所属する ED79 系電気機関車が函館札幌館は JR 北海道函館運輸所に所属する d d 5 1系ディーゼル機関車が牽引した。基本編成は7両で自由席2両指定席3両 B 寝台2両。卓客時は最大12両まで増結された。 8行編成以上で運転される日は自由席車両の連結位置が異なり、自由席車を青森、札幌寄りに3両とし、寝台車を1両増結する場合もあった。寝台車を増結する場合、函館よりから1号車増21号車2号車の順となった。国鉄時代のグリーン車と遜色のない設備を、急行料金と指定席料金だけで利用できた、急行。 浜那須の保管列車として、函館札幌間で運行されていた夜行快速列車で、1988年夏季から運行を開始した。当初は毎日運転の臨時列車扱いで、2001年春からは季節列車となり、主に青春18切符シーズンに運行されるようになった。2002年12月1日のダイヤ改正で廃止された。 専用の56系機動車を改造した専用車両が充当された。2000年からは使用車両を183系機動車に変更した。基本的に全車座席指定席として運行されたが、青春18切符シーズンは一般軽車両で自由席を連結した。急行、浜那須の保管列車として、 夏季を中心に青森函館間で運行された臨時急行列車。1989年から1991年まで設定されていた。ダイヤはほぼ浜ナスと並行運転とされ、車両は特急、初狩りの間合い運用として485系電車が使用された。石狩湾振興で開催されるライジングサンロックフェスティバルに合わせて、 函館札幌間で運行された臨時急行列車で2009年8月から設定された。なお、r s r 号という列車名は2010年から付けられた。2009年は福郷、袋札幌発のみで夜行列車として運転。RSR 最終日オールナイト終了後に夜の浜那須に続行し、停車駅も同様。RSR 参加者以外も利用可能。 2010年は、オ路函館発は、夜行列車として運転され、快速、ミッドナイトのダイヤを踏襲し、RSR 初日朝に、札幌駅に到着。袋、札幌発は昼行列車として運転され、RSR 最終日のオールナイト終了後朝に、出発。オ路ロ、袋とも途中無停車、全車普通車自由席。2011年は、袋、札幌発のみ、 戸間コ駅、東室蘭駅、おしゃま駅、八雲駅に停車。56系機動車による快速ミッドナイト183系機動車による快速ミッドナイト。ありがとうございます。